私は駒澤大学の名誉教授であります杉山秀子と申します。で長いこと、ロシア文学ずっとやってきまして、中国にも関心がありましてですね、最近は中国の一帯一路っていうんですか、それとロシアとの関係ですね、それからその要するにユーラシア連合との関係って非常に興味を持って、いろいろと文献を読んでおります。で今日はですね、セカンドハンドの時代、アレクシエービッチですね、その人の作品についてやりたいと思いますけれども、それと時代との関係ですね。で私は一言で言いますと、これ時間が非常に限定されるというんで、結論を今先に言いますとね、忖度するなってことです。それが私の結論なんですね。でそれをずっとこういろいろとねお話しいたしたいと思います。でまずこのアレクシエービッチのね、作家としての動機とかいろいろとありますけれども、皆様のお手元にもありますが、要するにこのノーベルプライズですね、そのノーベルプライズレクチャーですか、それによりますとですね、アレクシエービッチさんはそのレクチャーの時にですね、1991年の崩壊はなんですか、せっかくのね、ロシア人に対する、あるいはソビエト人も含めてですけど、ロシア人に対するいいね、そういう国に生まれ変わるという、そういう契機をねもたらすべきものであったけれども、彼女の説によりますとね、しかしですね、強い国というものを選んでしまったと、ロシアはですね。だからこの非常にアレクシエービッチにとっては非常に、なんていうか、あまり思わしくないというか、そういう印象を持っていたと。でそれはこのレクチャーはいつ やったかっていいますと、2015年のなんですか、チェルノブイルの祈りですか、それに対するノーベルプライズですね、それをもらった時のレクチャーなんですね。そうしますと、2015年もらったということはその前にもちろん書いてるんですけれども、2014年にはあれですね、要するに、ロシアがですね、ウクライナですね、ウクライナにこのなんていうか、いろんなマイダンとかなんかの関係がありまして、そこでこのおかしいんじゃないか、異議を申し立てて、要するにあそこの何ですか、昔あったね、クリミアですか、クリミア半島のクリミアですね、そこを選挙によってですね、クリミアの住民に選挙しまして、あなたたちはどうですか、ロシアにつきますか、ウクライナにつきますか、そしたらみんなクリミアの住民はウクライナ、ロシアにつきたいというふうなことで、ロシアについてしまったんですね。それでプーチンさんは、あ、それじゃあこれはロシアの、もともとはロシアの国だったんだから、ロシアのもんだというふうなことで、そういう経緯がありますね。で、そういう経緯だと、非常になんか、あたかも西側の諸国にとってはですね、このロシアっていうのは非常に力でね、武力でもって押してくるんじゃないかと、そういう危惧感というのがあったと思うんですね。それに対して、なんていうか、アレクセイビッチさんはですね、そのレトリックっていうか、そういう一つのレトリックでしょうね、強い国っていうんですか、そういう武力を持ってねやろうとしている、そういう国、強い国に生まれ変わってしまって、私は非常に残念だというふうなことを言っているわけですね。そういうふうなことで、ここら辺のところのこの何ですか、歴史というものをですね、どういうふうに理解するかっていうことは非常に重要なんですけれども、まずですね、あれですね、アレクシエービッチはですね、どういうような民族的にはどういう背景があるかっていうと、要するにソビエト人なんですね。だから昔は1991年にソビエト政権が崩壊しました。その時までは彼女はソビエト人として、その何ですか、いろんな履歴を刊行してきたわけですけども、それ以降はいろんな国がですね、ソビエトに含まれている13の共和国のいろんな国が独立していきましたね、ロシア共和国以外のね。その彼女はベラルーシーというね、白ロシア共和国、そこに属するね、そういうこの戸籍を持つようになったわけですね。だから彼女は要するにソビエト人という、そのいろんな諸国の国のそういう一つのアイデンティティーありながら、1991年以降はベラルーシア人というふうな、そういう戸籍になったわけです。だからソビエト人でありながら、そのベラルーシア人とい
というそういう非常に複雑なね、そういう生活環境っていうか文化的な背景を持っている人物であるんですね。で彼女のお父さんというのはベラルーシアというんですね。そしてお母さんはウクライナ人なんですね。まあそういうようなロシア人がいっぱいいます。で私が昔から専門にしている暴力というのはあれですね、昔の暴力の作品を読むと、もうウクライナっていうのはもう要するにロシアと同じですから、だからそのロシアをあちこちね、その徘徊したとかそういうようなこと、それはウクライナってことね、ウクライナを徘徊したっていうことは要するにロシア人にとっては当然っていうかね、全然おかしなことではないわけですね。ところがそういうふうにですね、変わってきますと非常にいろんな考え方が出てくるわけですね。でさてですね、こういうその1991年の何ですか、ソビエト政権の崩壊ですね、それの前後ですね、それはどういうふうになってるかといいますと、要するにこの時代の客観的な、ね、事実はどうなのかといいますと、皆様方のお手元にも出てきてるでしょうけども、要するに、あれですね、このドブルニンというね、そういうアメリカ駐在大使がいたわけですけども、ずいぶん長いことですね、3代も4代も当時ですね、そのいろんなアメリカの大統領に、まあ、使えたって言ったらおかしいですけども、そういうのでアメリカに駐在してたわけです、まあ、その人のドブルニンの手記をね、読んで分析、非常に長いもんで、まあ、これは英文なんです、私も持って今日持ってきませんでした、こんな厚いもんで。そしてその後私はロシア語の文献、同じ文献をね、それを取ってます。で、まあ、ちょっと名刀しておりますけれども、ロシア語の方はですね、とにかくロシアでは非常に何ですか、皆さんね、それに注意があってですね、第2版3版というふうにバーッと出てるというふうな状態で、私去年ですね、去年は今年か、手に入れるの大変でした、なかなか来ないようなそういう状況でしたね。でまあドブルニンはですね、そういうレーガンの体操ですね、彼が付き合った時代っていうのは、レーガン政権の時代っていうのはいろいろとある程度何年かあったわけですけども、レーガン政権とかなりね、彼は緊密に連絡を取り合ってたわけですね。で、まあ、あまりぐちゃぐちゃ話していると時間もないんですが、レーガンっていうのは要するにハリウッドではその B 級の映画俳優ですよね。でところがそれはどっこい、ものすごくやっぱりこのてか微妙っていうか、そこら辺のこの外交はうまいんですよ、やっぱり俳優経験もあったし。でレーガンと非常によくうまくドブルニンにはやってきたわけですけども、非常に騙された面もありましてですね、このいろんなサイバー網とかスパイ網とかそういうことはいろいろと細かく見ますとですね、すごいことがなってます。で今ここで私がそのことをぐちゃぐちゃ言ってもしょうがないんですけども、そういうあれでかなりですね、ロシア側も騙されてきたっていう面もあると思いますね。だから両方がサイバー攻撃みたいにそういうのをやってたわけですね。で、まあ、レーガンはそういうのあれで、サッチャーとこう並んでですね、非常に当時はですね、この小さな政府でね、大きな利潤を上げようと、要するに新自由主義っていうんですか、そういうのをレーガンは叫んでですね、そして、ロシアにもその力と力のそういうね、その力比べするんだったらこのアメリカだって絶対それはね、人口に落ちないというふうなことで、まあ、いろいろとそのあれですね、レーガンのミックスといいますか、そういう言葉を使われるくらいいろいろとやってきたわけですね。でその後ですね、レーガンは体操戦略というのはそういう非常に緊密なスパイモードですか、そういうものをどん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 作ってやってきたわけですが、その後このゴルバチョフですね、レーガンのゴルバチョフと、それから何ですか、誰だっけな、ゴルバチョフ政権ですね、そして、今度はレーガンの後は誰だっけな、ちょっと今のお父さんですね、パパブッシュのそういう時代に、いろいろとやっぱり交渉を持ったわけですけれども、その何ですか、レーガンというのはレーガンにあったその
ブッシュですか、ブッシュとの間でゴルバチョフはですね、特にその国務長官ですね、ブッシュ時代の国務長官ですね、その国務長官を相手にしてですね、なんですか、ゴルバチョフは交渉をしましてね、要するに NATO ですね、 NATO のこの東方戦略というのは全てね、このゼロにするから、だから何とかしろというふうにブッシュから言われたわけですね。それで NATO の統合戦力をゼロにするんだったら、まあそれはいいかもわからないというふうにゴルバチョフは考えて、まあそこら辺で、まあ非常にロシアと友好的にやった方がいいんじゃないかというようなことで、じゃあロシアはですね、そんなにその社会主義社会主義っていうものにこだわらないようなね、そういうようなことをちらっと言ったらしいですね。でそれ約束密約があったわけですね。ところが今は全然それとは違ってですね、その密約はなくてですね、もうどん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 あれですね、例えばルーマニアに、NATO の戦力の基地があったりですね、あるいはポーランドにね置かれていたり、あるいはそのチェコスロバキアの方にも置かれていたり、全然それは話が違ってきて、要はロシアが騙されたわけですね。まあおめでたいというか、そういうようなことで、まあそういう歴史を経過したわけです。まあ、それであとはですね、 CIA の記録も私もよく見ます。チム・ワイナーという人が CIA の記録を書いてますけども、それを読みますと非常に凄惨たるものですね。あれですね、シベリアの石油のパイプラインですね、それを爆破してですね、それものすごいなんかなんていうか、お金が食ったっていうかね、大変な損害になってしまったというふうなことですね。それがありましてですね、要するに、まあこのゴルバチョフの時代になるとですね、非常にこのロシア人にとってはこの何ですか、いいっていうか非常に緩やかになってね、昔と比べてアンドロポフとか、もっとその前の時代とか、スターリンももちろんそうですけど、そういう時代に比べて非常に緩やかに自由になりつつあるようなね、そういう幻想を与えたんですけども、いやそうでなくて、やはりね、ゴルバチョフはパンツの紐が伸びたようなね、そういう男だっていうことが非常によく分かってきてですね、このアレクシエビチさんのこの著書ですね、そこにもそういうこの国民の不信っていうんですか、最後にはそういうふうなことが書かれております。で、CIA の記録なんかをよく見てみますと、やっぱりなんか CIA のそのロシアに対ね、ソビエトに対するそういうやったことというのはものすごくやっぱりもう激甚なそういう被害をね与えて、それはそのチム・ワイナーさんなんかが言うには、それはもう今となってこうIS とかね、なんとかとそれを比べてみても、非常にやっぱりすごいね、なんていうんですか、そういう害ですか、だからそれは要するに CIA イコールテロリストなんだというふうなことをですね、チム・ワイナーさんの CIA の戦略でもって書いてあります。でこれは日本語も出てますので、皆さんぜひね、そういうご興味のある方はお読みになると面白いと思いますね。です、まあ、そういうようなことで、このどうしようもないね、そういうような状況にあってですね、とうとう1991年にですね、ソビエト 政権は崩壊をして、しまったわけですね。でそのような状況をですね、その何でしたっけ、あれですね、アレクシエービッチはですね、1991年ね、その状況をその2つのね、このカテゴリーに分けて描写してます。で彼女のそういう手法というのは何かって言いますと、要するにルポルタージュ文学、記録文学なんですね。でそれでチェルノブイルの祈りというのもルポルタージュ的なそういう手法でもって、数万人という人たちの声をですね、聞き語りですね、を取り扱って、そしてなんていうか記録したというふうなことで賞をもらったわけですけども、チェルノブイルの何ですか、祈りと同じようにですね、このセカンドハンドですね、セカンドハンドっていうのはちょっともう一回言いますけども、使い古した時代というふうなことですけどね、
そういうこのなぜ使い古したかというと、彼女は言ったようにこういうこの古いね、そういう時代的な中に生きていて、どうしてもね、それに対してその新しくね蘇生できないようなソビエト人、要するにもうロシア人なんですけど、新しく蘇生できないようなソビエト人たちの声をですね、非常にこの彼女は緻密に聞いてですね、そしてそれを描いているというふうな作品なんですね。で、彼女の手法はどういうのかというと、昔のこの時代遅れの大きなテープレコーダーですね、それを持って、いろんなところのお話ししてもいいよっていうような人たちのところに行ってですね、そこでテープレコーダーをかけるわけですね。で、お話してちょうだいと。そうするとその話したい人もいればね、なんで私があなたにそんな自分の個人的なねそういう経験を話すのとか言ってプンってされるような場合もあるし、いろいろなんですけど、中には本当に話していて、彼女はそのアレクセイビチですね、彼女は本当にその話者のですねそういう境遇にですねもう涙ながらに対応してですね、最後には2人で手と手を取り合ってね泣いたとかね、いうふうなこと。私がもしね、個人的なことですけど、アレクシエビチさんに会ったらやっぱり泣くでしょうね。泣いて手と手を取り合いたいというふうな、そういう気持ちはありますね。ただしアレクシエビチさんに対する批判もあります。私は要するに文学者としてやっぱり批判は批判であるんですね。で、だからそこら辺はちょっとねいろいろと、お話も時間があればしたいと思いますけども、そういうようなことで、さっきもちらっと重層的になってしまいますが、その強いね、そういう、その何ですか、国ですか、そういうようなことで、ロシアというのは強権的だというふうな非常にこの否定的なそういう立場ですね。それはその歴史というものをやっぱり非常にこの、固定的に考えているというかね、なんかですね、だからその社会主義はね強権的だというふうなことね。で、それがどういうのかというと、やっぱり武力を使ってとか。じゃあアメリカはどうなんですか。アメリカはもっとロシアにすごいことをずっとやってきてるわけですよ。世界の憲兵としてですね、いろんなところで人をそういう武器によって殺してるというふうなことですから、そこら辺のその解釈っていうかね、それはどういうふうにっていうのはやっぱりいろいろと歴史学者とか、あるいは経済学者とかね、あるいは防衛関係のそういう人が分析すればよろしいでしょうけども、アレクセイビチさんはやっぱりそういう文学者としてですね、非常にかつてのね、そういうソビエトというものに対する考え方はちょっとやっぱりこれは私の個人的なあれではやっぱり非常に偏ってるというかね、ある意味ではね。で、皆様方はねそうでもないいいんじゃないのっていうふうにおっしゃる方もいるかも分かりませんけども、私の個人的な考えではちょっとそれは偏ってるというふうに見るわけですね。そういうようなことで、あれですね、アレクシエビチさんもですね、どういうふうにねセカンドのハンドの時代ですね、それをどういうふうに描いたかというと、皆様のお手元にもありますけれども、いろいろとこのね、文章に、なってるわけですけども、これをですねやっぱり一つ一つやっていくと非常に膨大になります。50分では全然できません、少なくとも90分以上ね時間をかけなければならないわけですけども、やっぱりちょっといくつかですね問題にしたいのは、そこはさっきも言ったように非常にあれですね、この彼女はですね個々人のね、さっきも言いましたけども、個々人のそういうこの何ですか、経験ですか、それをテープレコーダーに撮るとね、いうふうなことで、それは記録者としての考えですね。そしてその上にですね、今度は作家としてね、やっぱりそういう何ていうか記録したものを何ですか、いくつかねこの分類したりですね、あるいは付け足したりいろいろとして、この考えてみると、そして第3段目には何かともっと高いね上に立って、なんていうか全体を見渡すっていうか全体を俯瞰するというか、
そういうふうなことですね、そういうことを言いまして、これはまた非常に面白いんですが、ドストエフスキーのそういうこの手法ですか、そういうものをやっぱり取ってまして、彼女はやっぱりそのアダモビッチというね、そういう作家の影響を受けてますので、アダモビッチというのはやっぱりドストエフスキーの当然ね、そういう影響を受けてるというふうなことで、そこら辺は非常に彼女は忠実に描いているわけですね。で、どういうの、例えばですね、この彼女の作品はそこのお手元にもあるでしょうけども、要するにですね、あれですね、この赤いインテリアの、ね、そういう空間の場合ですね、それは1991年から2001年にかけてですね、それが第1部なんですね。だから第2部は2002年から2012年にかけての、これはそのただぼやけたその赤いインテリアでないね、要するに赤いインテリアっては何かって言いますと、要するに社会主義的なものではないね、そういう普通のぼやけた空間ですか、そういうものと2つをこう分けてね、話してます。で、この要するに2002、この赤いインテリアでない空間の場合には、2002年から2012年というのはちょうど彼女は何かスウェーデンとかですね、それからその何でしたっけ、デンマークとかですね、フランスとかオランダ、ドイツとか、そういうところをぐるぐる回っていて、ソビエトにはもちろん今ロシアですね、ロシアにはもちろんいないし、それからなんかベラルーシアにもいなかったんですね。ですからベラルーシア の, 何ですか、大統領はルカチェンコっていうんですか、非常に強権的な独裁者なんですけども、ベラルーシ の, ルカチェンコはね、あの女は要するにその西洋のところへあちこち食客みたいに行ってですね、金をもらってね、好きなように書いてるというふうに、そして非常に社会主義を冒涜するようなね、そういうものを書いてるんじゃないかという、そういう疑いの目でもって見て、まあアレクセイビッチは非常にそれに対してこの何て言うか侵害というかね、そういうようなことで、彼女は絶対そのルカチェンコに対しては何て言うか批判的なそういうことは主だっては言わないんですけれども、まあ、彼女は耐えたですね。なぜ耐えたかっていうと、彼女は2012年以降ですね、今度はベラルーシアに住むんですね。自分はそういう亡命する意思はないと、ベラルーシアに住んで、そして要するにベラルーシア人として自分は人生を全うしたいというふうなことで、そこにこの今日を定めるわけですね。まあ、そういうようなことで、なんていうんですか、そこら辺は非常に政治的にですね、彼女もいろんな立場っていうか、そこら辺は微妙というか、しかしですね、主だって、まあ、そこら辺はうまく、まあ、いろんなレトリックもあるでしょうし、政治的な面もあるでしょうけど、うまく立ち回っていてですね、まあ、こうなるほど、こういうふうな生き方でないとね、なかなか自分の祖国でもって自分が生を全うするということは難しいのかというふうに思うくらいに、まあ、巧みにやってるわけですね。まあ、そういうのあれで、彼女はそのベラルーシアにはそういうふうに、いまだになんかベラルーシアに一度今住んでると。なぜ彼女が住んでるかっていうと、要するに、彼女の妹が亡くなりですね、妹の子供が生き残っているわけですね。そうするとその妹のなんていうか親権ですね、それを自分が持ってないとまずいということでベラルーシアにまあいるみたいですね。まあそういうようなことでいろいろとこの最初のですね、もう一回戻りますが、赤い何ですか、インテリアね、赤いインテリアの中のそういうソビエト人の暮らし方っていうものをいろいろと書いてるわけですけども、非常に精算ですね。で、例えばその中でこのアフラメトフっていうね、そういう軍水がいますけども、アフラメトフっていうのは非常にもう赤もいいところで、その当時ソビエト政権でもってですね、自分がかなり高い位置にいてですね、
ものすごくなんかもう忠実にですね、いろんなその元帥とかいろんなあの和訳があのワイルとかなんか取ってるのに、もう彼はですねそういうことは一切しない。なんかワイルをくれると国庫ね、国庫財政にボンと入れちゃうっていうかね、500ルーブルって今大したことないですけども、昔は大変だった。500ルーブル以上のものはですね、国庫財政に全部入れてしまうというふうな律儀な男だったんですが、彼がその1991年のそういうソビエト時代の、ソビエト政権の崩壊によってですね、もうこれは自分が生きていくそういう道はないんだというふうに自分自身がこう考えてしまうんですね。そして全部全ていろんなところをこの全部整理してですね、そして自分は確かなんか首吊り自殺かなんかしちゃうわけね、そういうようなこともそれは非常に悲劇的なんですけれども、その彼の生き方っていうものですね、そのアフラメトフを非常に印象的なんですけど、非常になんていうか昔のですね、乾村ですか、乾村の出身ですね、貧しいところで、で彼をそういう陸軍学校だとかいろんなあの共産党の党学校とかなんかそういうところに行かせてくれたのは全部党の財政でもってやって、そしてかなりねいろんな意味で、党学を表してですね、そういう地方をあの地方ね、それをなんで獲得したというふうな人物なんですけども、それがやっぱりこの1991年のその崩壊によってですね、自分がこれから立ち向かうべきもう何もよすがもないし、何もそういう力もないしと、そういうことで絶望してしまうんですね。でそういうお話がですね、この赤いインテリアの中第1部ですね、そこにはいっぱい出てきますね。でその赤いインテリアの作品、そのまとまったところの作品のなんていうか裏打ちは何かっていうと、ザ・チャロバニエ・スメルチっていうんですか、その死に見せられて、ここには何も書いてませんけど、死に見せられてというね、そういうその作品があるんですね。でそれはもうね、私も見たらもう嫌だねって、これってもうなんか全部が暗いんですね。もうみんななんか頭狂って、こう死にたい死にたいって言うんですよ。なんかそういうものばっかですね。でそのスターリンの女の子です、スターリン少女って言うんですか、スターリンの言うことは何でも聞いて、スターリンが右に向いたら私も右に向いて、スターリンのお誕生日の時にはスターリンがいる方に向いてね、そしてあのうらーとかね、万歳とかなんか叫んだりとか、そういう人が50何歳でね、なんとか医者だかあるいは精神病院かなんかなんですか、それでもうちょっと自分はもう生きる余すがないということで、なんか自殺してしまうとかね、そういう死に見せられた人々がいっぱいいるわけですね。でその作画のあれは作品としてはあまりも暗いんで出さないですね、出版しない。でだけれどもその中のいくつかはこの何ですか、赤いインテリアの中第1部ですね、このセカンドハンドの第1部の中にいくつかその元は使われているわけなんですね。だから大体第1部というのは非常になんか知らないけども、私にとってはこれはいかなるどうなのかと、こういうふうにですね、社会主義政権というものをこういうふうに、ね、見ていくというのはやっぱりなんかこのアレクシエービスさんのこういう一つのいくらなんでもね、この非常に、あれですね、客観的にですね、ルポルタージュ式に見てるとしても、やっぱりルポルタージュというのはやっぱりこうチョイスするのはね、その作家の自由ですからね、ちょっと何をチョイスする、何をあれする、なんていうか、お蔵にするかっていうの、そういうのもその作家の自由ですから、そうするとある程度こういうふうなことをチョイスしてきたっていうのは、やっぱり、そういう彼女の一つの姿勢というかね、そういうのが見られるというふうに見てしまうわけですね。もちろん皆さん方は反論があるかは分かりませんけども、そういうふうに見てしまいます。で、この第2部の方ですね、第1部はまあだからいろいろと話せばいろいろとありますけども、で第2部の方の赤いカーテンではない方ですね、非常にこの漠然とした空白としたそういう世界でというふうなところはですね、これはまた全然ガラッと違うんですね。これは2002年からですから何ですか、10年ぐらい経ってからですね、のあれです。でこの間というのは彼女は、
西洋のいろんなところに行って、なんですか、いろんなところで物書きして文章を売ったり、あるいはそこで金稼いで食べたり、そういうことをしてたわけですね。でこのところではですね、やっぱり、これは非常に面白いんですけれども、ガラッと違うんですね。なぜかって言ったら、この要するに1991年の崩壊以降ですね、今度は200万人ぐらいですね、ソビエト共和国、旧ですね、ソビエト共和国以外、ね、今はソビエト旧共和国ではないカザフスタンとかウズベキスタンとかですね、まあ、いろんなそういう国からの人たちが自分たちの国で食っていけなくなるんで、みんなモスクワにこう出てきちゃうんですね。そうするとそこでものすごいこのロシア人と、それから旧ソビエト人ですか、そういう国々の人たちとの葛藤が出てくるわけですね。で、いろいろとこのなんていうか圧力ね、喧嘩だとかなんかいろいろとあってですね、そこでその何ですか、中村逸郎さんっていう人がなんかしげあの何ろくでなしロシアっていうのを書いてますけども。今なんか筑波大学の教授になってですね、その人のなんか読むとすごいんですけど、やっぱりものすごくやっぱり旧ソビエト人、要するにカザフ人だとかタジク人だとかウズベキ人だとか、そういう人たちがですね、モスクワで働くようになるとすごく差別されたんですね、差別されて、そして差別されるだけじゃなくて、今度はいろいろとこの何か暴力沙汰になるわけね。お前たちなんでこんなところに働いてきてるの、早く帰るとかですね。でそのうちですね、今度差別もいいんですけども、そのうち今度はあれですね、ロシア語の試験までね課せられる。でお前たちなんかへんてこりなロシア語じゃダメだ、モスクワで働くんだったらね、ちゃんとロシア語の試験受かってからやらなきゃダメだとか、なんかそういうふうに言われてですね、そういう非常にまあ何て言うんですか、汚いドブさらいだとかですね、どっかの公園の何ですか、この便所掃除とかですね、そういうことばっかやってるわけです皆さん。で私なんかウラジオストックよく行くんですけど、あそこ行きますとやっぱりそういうこの、チョルナヤラボータ、そういうのはみんなそういう人たちがやってる。特にウズベキスタン人なんていうのはもう道路掃除ですね、それも盛んに、だからおとなしいですよ、すっごくおとなしい。